はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日もね、クラン対戦の、動画を比較をしながら、1個上げていきたいと思います。でね、今夜なんですけども、タウンホール11の攻撃をちょっと見ていきたいんですが、そのね、村レベル的にはそんなめちゃくちゃ強いっていうわけではないんですよ。防衛施設のレベルとかね。なんだけども、そういう村って確実にね、対戦勝つためには全開取っていきたいと思うんですが、それをきっちり取れるか、それともちょっとどこかがというところで、煮干しに終わっちゃうかね、というその違いっていうのがどういうところで現れてくるのか、ちょっとね、動画を見ながら比較して解説していきたいというふうに思います。村こんな感じですね。タウンホール11の、序盤から中盤で、インフェルノとかね、レベル4でイーグル砲もレベル高いんですけど、大砲とか一部ね、施設が十分育ってない部分がありますんで、タウンホール11で言えば序盤ぐらいの火力なのかなというふうに思いますね。はい、では早速いってみましょう。まず一発目の攻撃はいつまるさんで、クイヒーからネクロボーラーですね。クイヒー多分サイドカットをしてね、どうやって中に入っていくのか、ネクロとボーラーがね、っていうところに注目になると思うんですが、まずはクイヒーをね、この8時方面から始めますね。でちょっと1個心配なのは、ここの、対空砲、これを折るためにはね、壁の中にここにクイーンが入っていく必要があるんですが、ウォールブレイカーをね、出すタイミングをちょっと多分逃しちゃったと思うんですよね。で、援軍はきっちり連れてるんですよ。これでもうまいですよね。援軍の範囲にクイーンがうまく入んないと、踏んで、この迫撃砲にホグを一発ぶつけて援軍をこう釣っていきましたよね。でね、クイヒをする場合には前にもね、クイヒの実況動画で言いましたが、絶対援軍処理はクイヒでやった方がお得です。なのでどっかで主力を多分出していくんですが、その前にこうやってクイヒで処理していくべきですね。ただ、壁の中に今入れなかったんで、この対空砲の、範囲に、ヒーラーが入っちゃってもろに落とされちゃってますね。でここからね、ネクロを出して、サイドカットをしながらボーラーを、主力のボーラーをね、こう流し込んでいくんですが、ちょっとヒーラーが焼かれすぎてしまっていて、もう1体になっちゃってますよね。でこうなってくるとね、結構ヒーラーってコストが大きいので、序盤で失っちゃうとだいぶ不利になっちゃうわけですよ。で、バスターもね、ここで砕けちゃったので、ここでユニットが完全に壁で足止めされちゃってますよね。でこうなってくると、もう壁を越えられずに、もう今レイジを打ってなんとか殴り飽きようとしましたけども、どんどん打たれてね、ヒーラーもいないので、ユニットがやられていってしまうということになりますね。でね、この攻め、サイドに流れたボーラー部隊が結構いい仕事をしてくれていて、で破壊率はいいとこまで行くんですが、やっぱりさっきのね、2つのポイント、対空砲に、ヒーラーが焼かれちゃったという点で、あともう1個はここでユニットがみんな足止めされちゃったという、この2点、これがね、ちょっといつまるさん、あともう一歩全開に届かなかった大事な要素だったんじゃないかなというふうに思いますね。トーブも打つタイミングもちょっと失ってしまってますので。ただね、さっきも言いましたけども、結構ね、そこから伸びていって、最終的にはもう 80% の後半ぐらいの破壊率になっていったんじゃないかな。そこまでいかなかったか、でも80は超えてますよね。防衛施設は正味これぐらいなので、やっぱりね、このど真ん中にね、ボーラーとかネクロが元気でドーンと入ってくると、全然結果が違ったんじゃないかなと思いますね。なんで壁に捕まってもいいから、ヒーラーをしっかり残しておくと、対空砲にね、やられずに、それが今回やっぱ一番大きな、要因だったんじゃないのかなというふうに思いますね。はい。で、これを取っていった攻撃が、スミさんの攻撃になるんですが、この方もね、カンクラのサプリーダーです。で、編成的にはネクロボーラーで、で、ヒーラーも入ってるから、これクイヒーでいきますね。結構ね、さっきのいつまるさんと編成が似てるんですが、さあどうでしょう。どういうところから攻めていくのか、ちょっとね、この攻め方の違いをぜひ見てください。いつまるさんはここからクイヒー始めましたが、スミさんはこっちから行くつもりですね。で、クイーンで、しっかりね、ターゲットを集めながら、後ろからヒーラーをつけていくと。で、このバルーンはね、スミさんが今このクラン中に広めてくれたんですが、
やっぱりね、最初のホーミングなんかでヒーラーが落とされちゃうと、もう全然食い引いて機能しなくなるんで、ここでね、しっかり、ホーミングで黒爆弾があるかどうか確認しておくっていうのは大事ですね。で、ここでも早々ね、バスターを出し始めちゃいます。で、クイーンも、今、インフェルノにたぎられたところで、しっかりね、そこから逃げて、クロークも使わずにちゃんと、クイーンが生きているという状況ですね。で、サイドカット用にね、ここでババキーを出してますね。これもうまいですね。キングとかね、ヒーローをこういう風にサイドカットに使うっていうのは、ちょっともったいない気もするんですけども、それよりも、むしろこうやって主力をね、きっちり中に流し込む。これがやっぱ大きいですよね。で、ヒーラーもね、ここで、ボーラーとかジャイにスイッチしてます。で、レイジをかけてガンガン殴り上げてますね。さっきのね、いつまるさんとの違いは、ヒーラーがきっちりボーラーとジャイアントについてるんですよ。なんで、彼らがね、ダメージを受けてもヒーラーが回復しますから、ユニットがあんまり殺されずに、ちゃんとこう中に入ってますよね。そうなってくると、結果が全然変わってきますね。もう、こちらの区画は全部潰れていて、で、今1時方向、まあ、12時方向かな、にユニットが向かっていって、で、まあ、ちょっと今、巨爆で大量にやられましたけども、まあね、ヒーロー3人がピンピンしてるんで、これはもう全開が見えますよね。非常にお見事かなというふうに思いますね。やっぱね、ヒーラーをどこかで焼かれちゃいそうっていうリスクがある場合には、あえてね、ヒーラーが焼かれないルートを選ぶっていうのも大事です。で、今のスミさんの攻めの場合、ちょっとね、先ほど言ったことと少し矛盾するんですが、援軍処理をこの中でやりますよね、この辺で。で、それをやるのか、それとも、ちょっとね、頑張って、食い火で援軍処理をするルートを取るのか、まあ、こういう選択って、すごいね、迷うと思うんですけども、食い火のヒーラーをやられちゃう可能性があるって思うんだったら、私ね、援軍処理をあえて中でやるっていうのも全然ありだと思いますね。今回のスミさんはヒーラーをしっかり残す、そのためにリスクをあえて負わないルートを選んだということですね。ここが非常にナイス判断だったというふうに思いますね。で、ちょっともう一回見ていきたいんですが、ちょっと2倍速にしていきますね。あ、4倍速でいいかな。今ね、解説した以外のポイントでも、ちょっと、主題からはずれるんですが、せっかくなんで紹介したいナイスプレイがあります。スミさん、これライドラ2体持ってってますよね。これがね、めちゃくちゃいい仕事をするんですよ。出てきましたね、ここ。ここね、全然対空の防衛施設がないじゃないですか。アシャ島があって、まあ、ここにおでんがいるぐらい。こいつなんかはもうピンピンしてますよね、こっちは、腰なんかは。そうすると、この2体のライドラがね、大量の施設を一気に壊してくれるんですよ。このチェーンライトニングで。無双してましたよね。で、今ね、チェーンライトニングがここまで届いてましたよね。こういうね、ユニットの使い方すごい上手いです。これもう全部ないじゃないですか。ライドラ1匹がこれやったんですよ。で、あえてね、対空の防衛施設が少ないゾーンには、ライドラを積極的に当てていくっていうのは全然ありですね。で、これが決まると、もうこの辺が全部カットされたも同然ですから、もうメンバーはね、ユニットみんなこっちに集中できるわけですよ。集まってきますね、こういう風にばらけずに。やっぱね、これを作り出したすごい一個重要な要素が、隠れたファインプレイ、ここのライドラでしたね。まあ、2体いたけど、特にこっち側。これファインプレイでした。まあね、今2つちょっと大きなポイントを言いましたけども、1つは、リスクをね、あえて負わせずに、この施設レベルだったら無理しなくてもいけるなっていう場合には、なるべく低、リスクな攻め方をするっていうのが1個。あとね、ちょっとこれはこの技ですけども、対空施設がないところ、ここはね、ライドラが無双しますんで、ぜひね、積極的に使っていきたいなと、私もね、このスミさんの攻撃見て思いました。はい、というところで、本日はね、タウンホール11の全開と、惜しくも全開には届かなかった2つの動画、こう比較してみながら解説いたしました。ぜひね、これからもこういう動画上げてきますんで、グッドボタン、チャンネル登録、そして、よろしければぜひ継続的なご視聴よろしくお願いします。では、本日はこの辺りで失礼します。バイバイ。